どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、インターホンに小さい頃から鳴らしていましたが吠えるようになってしまいました。これから鳴らすことはできますか？はい、ありがとうございます。インターホンに鳴らしてきたけども、吠えてしまう、慣れなかったってことですね。で、私たちの中で慣れたか慣れてないかっていうところの判断基準って何かって言ったら、吠えるようになってしまったか、もしくは吠えないでいられるかっていうところが慣れたか慣れてないかって意味だと思うんですけども、今後吠えないようになりますかっていう部分を聞かれているのかなと思っていて、でまずですね、小さい頃からインターホンを聞かせているっていうのも、ちっちゃい頃っていうのはもしかしたら好奇心が非常に高いからあんまり気にしてなかったのかもしれないし、もしくは大きくなるにつれてワンちゃんたちも耳が良くなってきたりとか警戒心が上がってきたから、ちっちゃい頃は気にならなかったけど大きくなったら気になるようになったとかね、そういう気持ちや体の変化から来てることが大きいんじゃないかなって私は思っております。で、もしねワンちゃんたちに小さい頃から触れてるのに反応が出てしまう、もしくはどんどんひどくなっていくよねっていう時には、反応、その出てしまう刺激自体がワンちゃんたちにとっては強すぎるんじゃないかなと思っていて、例えば私たちもですね、何か苦手なものに対して慣れようってなった時に、皆さんだったらどうします？例えば私だったら、パクチーがちょっと苦手だったりするんですけど、もしそれを鳴らそうと思うと、なるべくその味に近くないものをね、試していくんじゃないかなと。香りにしてもね、いきなり強いやつとかだとやっぱ自分うってなっちゃうから、どの種類のまたどんな調理法だったら食べやすいですかみたいな、気にしなくするのにどうしたらいいみたいなところから入っていくじゃないですかね。ワンちゃんたちも同じなんじゃないかなと思っていて、気になるっていうところを練習したんだけど慣れなかったっていうのは、自分たちも結局いろんなこと試したけどこれはダメだったよねってなったら、それはどうしていったらいいかって言ったら、例えばインターホンであればもしかしたらこの音の大きさでは反応せざるを得ないっていう話になってくると、音量を例えば下げることが可能だったら下げてみたりとか、音を変えてみたりとか、たまたまワンちゃんが気になる音な可能性もありますよね。もしくは音が鳴った後の誰か人が来るとかね、何かそういう別なことに反応していることもありますよね。なので一つ一つね、丁寧に見ていかないと何がっていうのは言えないんですけども、まず大事なことっていうのは、今と同じ環境でやってたら吠えてしまうっていうことは繰り返されるんじゃないかなと思っていて、少しずつ吠えないでいられるよねってなっていくと、まあ一つ大事なこととしては、そのインターホンの音量だったりとか、あとはワンちゃんが人が来たりとかするのが見える見えないとかね、必ずこの音がすると人が来るってなってくると、侵入者じゃないけどね、そういうイメージがあるのかもしれないですよね。じゃあ私たちはどうしていったらいいのかなってなってくると、ワンちゃんに対してのインターホンに対して今ものすごく反応が出ちゃうんであれば、やっぱりその刺激自体をちょっと下げていかないと、もうワンちゃんにはそれ自体で強すぎるっていうことになってくると、少しねそれをワンちゃんたちが気にしなくてもいい、もしくは気にしにくいレベルまで下げていってあげるっていうことが大事なのと、もう一つが、そのままにしてたら反応しちゃうので、何かで気を紛らわしたりとか、あとは気にしなかった時とかリラックスしてる時に、まあ、褒めてあげたりおやつあげたりとか、そんなこともね大事になってくるんじゃないかなと思うんですけども、あともう一つ大事なところが運動ですね。私たちも運動が不足するとやっぱり神経が張ってくると、気にならなかったものも気にしだすようになってくるし、ある程度運動してエネルギーが落ち着いてくると、まあ、精神的にもね肉体的にもおおらかになっていくっていうのがあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、ワンちゃんに対して、何か反応をちょっとずつ抑えていきたいよっていう時には、基本的にはね練習してダメな時にはもうすでにねその刺激自体がその子にとっては強すぎるということで、ワンちゃんの、反応しないようなね環境の整備からですねしてあげる必要性があるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもねそんな風にやってみてください。はい、というわけでね、今繰り返してやってるんだけど慣れませんっていうものをずっと繰り返してても多分慣れないことの方が多いんじゃないかなと思っていて、どうしても同じことを繰り返しちゃうんであれば、そうならないようにワンちゃんがそうしなくていいように環境を設定してあげる方がいいんじゃないかなと思いますので、もしかするとねインターホンが鳴っちゃうっていう時点でもう難しいのかもしれませんね。その時はね、私たちの方で何か別にね対策を立てるみたいなことが必要になる場合もあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃんの視野立場見え方を考えて、一緒にねこの子の問題どうしたら解決できるかなっていうのを考えてみてはいかがでしょうか。